来年の大統領選挙に向けて2人の大物が相次いで、共和党候補者指名争いに名乗りを挙げました。かねてより出馬が囁かれ、共和党の本命とも言われるジェブ・ブッシュ元フロリダ州知事が15日、正式に大統領選への出馬を表明しました。 ファーストネームのジェブとだけ書かれたキャンペーンロゴを掲げ歴代大統領に名を連ねる父や兄との距離を置き独自の道を切り拓くと強調しました1900万人の雇用を生み出す経済政策を公約の目玉とし有言実行を約束しました そしてその翌日、同じ共和党から名乗りを上げたのは不動産王として知られるドナルド・トランプ氏です自身が所有するニューヨークのトランプタワーで演説し保守の力でアメリカを再生させ世界における指導力を取り戻そうと訴えました 世論調査では71%が支持しないと答えていて苦戦が予想されますが、トランプ氏のメディアの注目度は高く、他の候補者への関心が薄れる可能性もあると専門家は指摘します。一方の民主党は、大本命とされるヒラリー・クリントン候補が週末、ニューヨークで大規模な決起集会を開きました。<laughs> 最新の世論調査では共和党の本命、ジェブ・ブッシュ氏との差はわずか3ポイント、早くも大統領選に向けて熱い戦いが繰り広げられています。 しかし、共和党からはまだもう1人の有力候補といわれるクリス・クリスティニュージャージー州知事の出馬が取りざたされていてそうなりますと図式が大きく変わる可能性もあります。候補者の一本化にはまだしばらく時間がかかりそうです。